が差し埋め、俺たちを裏切りやがって。なんで寝返ったんだろうな。根からの浪人だからさ、褒美さえもらえれば誰の下にも。もうこの囲みはやすやすと抜けられねえだろうな。文はあんたが持ってるのか。ご当人だ。赤島の海岸にいらっしゃる。なんとかしてみるか。水戸岳砦の近くに船を隠してある。この地図に目印を書いた。そこで落ち合おう。金を返すまでこっから動かねえぞ。浪人が何用だ。あ、これはこれは、なぜ五郎の家なんかに。なんだと。いや、出直します。島の歴史に基づいてるんだから、もうこれ聞かれないことを言うよ。残念だ。どうした。娘が何日も家に帰ってこないのです。逃げたのではないか。そんな子なものですか。探してください。
母もそなたのように俺を守ろうと必死だったな。この辛さ分かるでしょう。最後に見た場所は道場です。私が先に帰ってあの子も戻るはずが、そのまま行方知れずに。探してみよう。クメを見た者がおるはずだ。道場に犬が忍び込んだぞ。クメという娘を知っておるか。アキュードの娘か。まあ知ってるよ。でも何日も見てないな。心当たりは。悪いが知らないね。クメという娘を探しておる。そんな女知らないし、知りたくもない。どっかに行け。クメという娘を探しておる。女、男、鶏、何でも揃ってる。銭を払ってクメと呼べばいいじゃないか。知れ者め。もし、お侍、こちらへ。その娘を知っております。まことか。はい。ですがここではついてきて。やはり何か裏がありましたか。ここでならお話できます。クメとは馴染みで、最後に見たのは仕事の仲立ちと出て行った姿です。仕事とは何だ。宿の下女です。母親のために金を稼ぎたいとか固く口止めさせられていたのですが。宿はどこだ。街道の先の沼中です。
生き延びような。よし、灯火や茜の野にて神聖し、世の恨みより守られてある。映像曰く、そなたは無類の剣客だと。この身で確かめさせてくれ。信じた方が身のためだぞ。俺は太刀と共に育った身だ。そなたの命の心配をするんだな。
龍蔵の話偽りではないか。それはどうかな。なかなかの使い手であった。先祖沼中君
何をやらされた？人を騙しました。道端で助けを求めながら誰か来るのを待って多くが立ち止まり、助けてくれる人もいました。もう終わった。家まで送ろう。今引けば生きて返してやる。女、男、鶏、何でも揃ってる。銭を払ってクメと呼べばいいじゃないか。知れ者めが。何かお礼をさせてください。礼には及ばぬ。だがなぜここが？つけました。浪人と話すのを見て、その後私も話を聞いてみたのです。勇ましいな。相手が浪人で怖くはなかったか？我が子を失うことに比べれば怖いものなんて。もう一生母さんに会えないかと思った。Yeah!
いや、戻ったな、チュビは。はい、お伝えします。ウムギ谷でゴロウを見つけました。酔っておったか。覚ましました。御身への借りを返すため本土へ船を出すと。悪人も使いよう。あやつほど海を知る者はおらん。この二人が下踏みの使いですか。そうだ。小太郎も太郎も中遊の士。鎌倉への書状を託すにふさわしい。五郎曰く近くで落ち合い船へ案内するとのこと。宵闇に紛れて立つぞ。その時までに戦支度を済ませろ。はい、叔父上。頃合いだ。皆馬に乗れ。いつでも立てます。油断せず。野党にも気をつけよ。その顔、聞きたいことがあるようだな。申してみよう。五郎と知り合った戦いきさつは。ご近世の唐の絹を売っておったのを捕らえてな。絹を燃やし放免してやった。罰する代わりに恩を売ったのですね。腕の良い先導は得難いからな。猛虎の囲みは厚い。五郎は抜けられるでしょうか。抜けるしかない。我らが捕らえられたらどうします。血を恐れてはならぬ。勇気を持ち、守るべき民のことを忘れるな。志村様。五郎、船はどこだ。こちらに。生きてらっしゃったとは。よかった。よく引き受けた。見直したぞ。まあやるにはやりますが、岸を離れることなく沈められちまうかもしれませんよ。物見の兵が船に行参いますから。では奴らの気を他にそらさねば。止まれ。ここからは歩く。水戸だけ取りで我が父が槍川家から奪ったものだ。今や猛虎の砦。侍が二人で奪い返せば肝を冷やすだろうな。砦の中で騒ぎを起こせば、うん、船の物見も目を向けるはずだ。五郎、これより我らは砦に押し入ってくる。その隙に船を出せ。ダメです。死ぬおつもりですか。いいから下踏みを届けろ。馬では気づかれる。歩いていくぞ。良いな酒井。猛虎は手ごわい敵だが、食いさえつければ勝機はある。それだけで砦を落とせますか。多勢といえど一斉にはかかってこられまい。幾度敵の不意をつけると。初手だけで十分。残りは切るのみだ。もうこの兵だ。隠れて行けば。敵に背を向ければ背中に逃げ傷を受けるぞ。
上達盛りではないか。こやつら恐れをなしておるぞ。それでこそ武士。ありがたく存じます。不覚を取るな。急に隠れて。抜けねばならん。よし、境だ。続け。騒ぎを起こしてやれ。もうこの船にいる兵の目を残らず引きつけるぞ。
足を止めるな。切り捨てて進め。入江と何があった？猛虎に見つかったな。奴らの船に追われればひとたまりもなかろう。いえ、我らがおります。それにこの檜槍も敵の兵器だぞ。それを使うと今は味方の命が肝心。操れるのだな。やってみせます。猛虎の船を潰せ。砦の兵は任せろ。叔父上、ここで死ぬつもりはないがな。新手の船が来よったぞ。五郎の船に近づけるな。やりました。もうこの船が燃えています。撃ち続けろ。このまま距離を取らせる。さすがだ、ジン。一度ならず猛虎の狙いをくじくとは。叔父上の教えに恥じぬようにと。それどころではない。まこと立派になったものよ。成長したな。あの下踏みには上申もしたためてある。お前を志村の後継ぎにするとな。叔父上、心中では常にそなたを後継ぎと思っておったが、この戦が終われば世に知らしめる。いつの日か民はそなたを頭と仰ぐだろう。わしの後を継ぎ地頭となるのだ。将軍様の下事情によってな。私が務めを果たせるでしょうか。果たせるとも。援軍が着くまでの間もことを進めておかねばな。お考えが。
酒井家の鎧を手に入れ、槍川に加勢を頼む。義のある友とやらも連れて行く。ユナに会い、大見村で鎧を得ます。終わったら我がクバラの陣所に来るがよ。その後共にハーンから我が城を取り戻し、対馬を救う。父と子として将軍様も勝利を祝ってくだされよ。離れることになるな。くれぐれも用心しろ。だが他の僧がおらぬな。カッパをご存知ですか？本当にいるんですよ。なんだと？あの妖怪がなんと赤島の集落に姿を見せたそうです。妖怪か人か、調べてみるとしよう。
てこい。シーズンベルタエニオン。Juč piš peče, kým bod jahol.
かけろ、トラ。昨夜現れて見ましたか。落ち着け。お主の名は。シノでございます。シノして何を見た。川の子カッパです。妖怪の確かか。かつて父に聞かされた通りでした。川に住み地面に爪痕を残し。殺されずに済んだのか。父が追い払い、私は隠れていたので。すると水が跳ねて叫び声が。父親を探してみよう。家におれ。水辺に寄るでないぞ。こぼれている。急いでおったようだ。食い散らかしてやれ。よほど腹が減っていたのか。この後、人か獣のものか。川に続いておる。
跡が続いておる。切り口はむごいが鋭利だ。太刀で切られたか。犯人の足跡があるはず。犯人はただの賊であろうな。ある意味化け物か。働いておるはずだ。笛だ。シノの父親のものだろう。シノに渡さねば。やはりな。
郎さんは手遅れであった。カッパの仕業です。カッパではない、賊だ。いえ、こんなひどいこと人には。追い込まれれば化け物になるのが人というもの。行く当てはあるのか。赤島におばがおります。これは父親のものか。はい。どうもありがとうございます。さようなら。すぐに立ちます。ノリオだ。だが他の僧がおらぬな。もうことで我らの助けを止められはしません。酒井様。ノリオ、他の僧はどこだ。鍛えて差し上げましょうか。酒井様、十分な素材をお持ちください。お待たせしました。そのたちがおぶんを運びますよ。太刀の切れ味を鮮やかにいたしましょう。酒井様。ノリオ、他の僧はどこだ。美しい弓をお持ちでいらっしゃいますね。弓を強くいたしましょうか。助かった。さあ、お納めください。酒井様。ノリオ、他の僧はどこだ。村のクスシを訓練するため杉寺から来てくれたのですが、猛虎にさらわれたのです。村は無事なのか。方針が猛虎に従ったおかげで。抗う者は殺し、従う者に褒美を。やつらのやり口だ。手向かえばよかったものを。村のためを思ったのだろう。いずれ猛虎は戻る。ただ時を延ばしたに過ぎません。そのために我らがおるのだ。
どこへ行ったかわかるか。茶畑の向こうへ行きました。足跡をたどるぞ。仲間は無事でしょうか。治療ができるのならば生かしておくはずだ。猛虎は道理が通じぬ獣ですよ。新しい品が入りました。どうかお気をつけください。よしよし、早く眠りな。お侍、カシネの森に行ってはなりませんよ。あそこは行かれる怨霊の住処、侍の霊が血を求めています。今は戦の最中、全て人の仕業であろう。ですが森に入って戻った者はいません。猛虎も島の者も。それにムクロは全て侍の太刀で切られているそうです。怨霊ごときが太刀を握れるものか。調べてこよう。お手伝いできて光栄です。これほどの品はありません。目的を達せられますよ。私が守ってやるよ。ご用は済みましたか。
役立つものばかりです。ふご用は済みましたか。ご用は済みました。ここを通って茶畑の方へ。調べてみよう。足跡だ。沼の方へ行ったか。よし、
方針とは長い付き合いのようだな。争わぬようにと兄をいさめてくれました。方針はどのような僧だ？佐護で流行り病のあった時、顔や手足が腐り、皆から見放された病人を方針は進んで手当てしたのです。大した男ではないか。方針曰く僧兵は怒りに駆られていると。ですが私のなぎらたは少ない犠牲で多くを救うもの、そこに怒りはありません。いました。お主は残れ。ソーラが捕まらぬようにな。ウッチェルバッチーナ、ヤスキチの放棄しろ。何をしたという。私にはさっぱり意味がわからねえ。待たせてしまったな。蘇ったという侍はあなたか？方針はおるか？方針？いいえ。ですが取り逃した僧を猛虎が追っております。直に戻りましょう。酒井様、猛虎が来ます。ノリオ、生きていたか？お主ら下がっておれ。
皆無事か？怪我人はおりません。方針は？他の猛虎が連れて行った。ノリオ、奴ら方針のことや杉寺の名を知っていたぞ。酒井様、なぜ方針だけは別に？腕利きの屈指ゆえに使い出があるのだろう。口さかしいからかも。猛虎を怒らせたと？方針ならばあり得ます。そう答えをせくな。まず行き先を突き止めねば。では私が調べておきましょう。赤島の村で会おう。あまり気をもむな。お前ほどの馬はいない。何かご入り用でしょうか？ハンは小賢しい奴だ。お達者で。
走れ、ソロ。でもなんとかせにゃ。お侍、アザモウラを取り返すためお力添えを。村の中の者が危うくなるぞ。猛虎は年寄りを痛めつけてるんです。ある捕虜が逃げた罰として。痛めつけて何になる。で、どこに囚われた。一人は神社、あとの二人は家の中に。いかにして入る。門は開かぬぞ。正門の近くに隙間が、子供が通れる大きさです。俺が忍び込もう。肩がつくまで隠れていろ。恩に来ます。You got only here, Axno.
내게 멋있어. 鍛冶屋のようにわしも殺されるかと思いました。タカは村から逃げた。安心しろ。しばらく身を隠せ。
ありがとうございます。ありがとうございます。逃がしてやる。村大阪、いかにも猛虎の掟を受け入れねば村の者を皆殺しにすると脅され諦めるところでした。よくぞ耐え抜いたな。安全になるまで隠れていろ。村の楠氏も神社で猛虎に捕まっているはず。頑固者なので怒りを買っておるかも。少しだけ辛抱してくれ。オンに行きます。動けるな。新しい網を作れ。
perdu. Soldat Itzel.安心するな、行け。Тэнд байгаа юу? Юм алга. まだ兵がおります。どうかお助けください。待たせてしまったな。怪我は？ありません。手当てしろと言われたのですが。断ったのだな。しばらくここに隠れておれ。命を出す者が死なねば村は平和になりません。村長の家におります。
俺はここだ。カラッジェナクトゥオーハルライドを苦しめたな。もうこの掟に従えばこいつらは苦しまずに済む。愚かな嘘をつくな。死をもって償うがいい。その首俺が切り落としてやる。熱くちゃった。何を思案しておる。厄介事か。今は厄介事ばかりですが、麗しい地へ行けばしばらくは忘れられるものです。以前鳥の群れを追うと心が落ち着くようなところにたどり着きました。和歌を一首読むのに良さそうだな。戦に備えて心を鎮め体を休ませておきたい。早く戦が終わることを心から祈っております。よしよし。
しやつらが立ち回る。そうかい。見つけたぞ。お前らかかれ。キューブ。今どう。仲間の仇だ。Thank you.
困っておる様子だが何があった？クタの集落でひどいいさかいがありまして、賊と猛虎が殺し合ってたんです。そやつらが揉めようと止める道理はないが、民が巻き込まれるのは避けたい。お主は逃げよう。俺が見てこよう。あんな囲い抜けられるわけないよ。何か手はあるさ。見つかったら殺される。アザモからも出られたろ。死にかけたじゃないか。ジン、待ってたよ。なぜあの者らは町の外に？猛虎が槍川を囲ってて入れないんですよ。叔父上の宿敵と手を結ぶは難儀かと思ったが、なるほどな。向こうも味方が欲しいんだ。うまくいく。ではまず猛虎を打ち払い助力を願おう。槍川の者と話したいが、町に入れぬのではな？いや、入れる。隠れ道があるんだ。それは子供の頃の話だ。もし残ってたってたどり着けないだろう。やるかいはある。それじゃあ猛虎の陣立てを見られる場所行こう。この町へまた戻ってくるとはね。どこを見ても昔が蘇るよ。じゃあ目をつぶってな。槍川の乱の折、町にいたのか？その前に町を出てた。ガキの頃さ。親と共にか？まあそんなとこ。この帯ってもしや。町へ向かってる。ここは待て。消えたね。こっちだ。来るんじゃなかった。今さら何さ。だってこんなところ。誰しもいつか故郷に戻る時が来て過去と向き合うのだ。俺らの町。敵に囲まれてるね。槍川はもうおしまいだ。ユナ、隠れ道はどこだ？壁沿いに川が見えるだろう。あそこまで行けりゃ案内できるよ。敵陣を抜けるなんて無理だ。それに隠れ道が猛虎に見つかれてもしたら、槍川の民が殺されます。タカ、お主の火事に命を預けた。お主も俺を信じてくれ。承知しました。川まで無事にたどり着けるでしょうか？手はあるはずだ。あの壁長くは持たんな。アザモと同じく槍川も直に落ちよう。槍川の連中、捕まるより死を選ぶだろうね。こちらから仕掛けて猛虎を退けるか？それはいけません。そうだね、勝ち目は薄い。隠れ道はあそこにあるはずだ。あの白い木の奥。猛虎に見つかっておらぬとよいが、陣立てを抜ける手はないか？川まで進めば見つからずに隠れ道を探せそうだ。まさかそれが策？残っているかもわからない隠れ道のために見たこともないほど大きな陣立てを抜けるんですか？離れるでないぞ。もちろんです。行こう。槍川なんかで命を懸けることになるとはね。言い出したのはお主だ。ブー君が必要なんだよ。早く島を出たいからね。いい町だったな。小さかったあんたには分かんないよ。飯も食えないわっぱにゃ、槍川はひどいとこだったよ。だから去ったのか？いえ、俺のせいなんです。あんたのせいじゃない。本当にやるんですね。走れるな。Thank you.
昔ここでトンボを取った。だよね。戦わせた。片方が槍川の存在。もう片方は。地頭の配下。そっちがいつも負ける。愉快な遊びだ。町に入ったら私が話すよ。そうしてもらおう。何者だ。どうやって入った。私はここの生まれだよ。猛虎に見られたか。いや、それより猛虎の囲いだが。己侍の格好なんかしやがって。誰から剥ぎ取りやがった。いや、どうじゃない、クロード様だ。クロードだと。宇治政様に会わせるが、妙な真似をしたらすぐに切り伏せるぞ。佐藤さんにお知らせしろ。直ちに。宇治政、槍川殿の末の息子の名だが、槍川家はお従いが追放したはず。影じゃ未だに槍川がのさばってる。乱は沈められても、志村家を恨む奴らがその度に追われるんだ。橋を渡ってくる。お主らついてまいれ。離れるでないぞ。何でしょうか。何やら騒がしいが。こりゃまずい。いる。町を落としに来たの。猛虎は何が望みだ。アンマルメン、槍川の民よ。我が名はテムゲ、この部隊の長だ。己らの返答次第で未来が決まる。道は二つ。我らが黒旗を掲げる前にこの門を開けば情けをかけよう。さもなくば己らにむごたらしい死をくれてやる。どちらかを選べ。長くは待たんぞ。去ったな。行くぞ。槍川が下れば叔父上は追い詰められる。心配ない、やすやすとは降伏しないさ。戦ったら町は血の海だ。槍川とて助けがいるはずだ。手を結び共に猛虎を撃てばよい。槍川は志村様を恨んでいます。生き延びたくば遺恨など忘れねばならん。根が深いのさ。佐藤さんがお会いになる。俺はこれで鍛冶屋を見ときたいんだ。酒井殿。宇治政殿か。いやはや志村殿の甥子がよもやあのクロードの正体とは。知られれば罰されましょう。かつての我が槍川一族のように。それは反乱の報いであろうが。昔のことだろう。今はこの島の危機なんだよ。こちらは下女ですかな。槍川の出だよ。だが地頭の手下になったか。いや、この酒井の一味さ。クロードのね。囲いを破るお手伝いをいたそう。その代わり志村殿にご加勢願いたい。猛虎の狙いは本土であろう。じきに対馬を去る。槍川は滅びぬさ。助けなしでな。無念ではあるが。高を探そう。とんだのおなしだね。まだ時はある。島中が襲われてる。次は槍川なんだよ。これでもわからないなら大バカだ。タカは毎日ここの鍛冶屋に通ってた。鉄の余りがある時は親方の真似をしてたね。
鍛冶屋とは会えたか。代替わりして親方はもうどうでした。宇治政のやつは守り抜けると思ってる。腕利きの弓取りらが宇治政の命に背き、猛虎を宇治に出てから行方が知れぬそうです。そやつらを見つけ猛虎の囲いを破れば槍川と結べるやも。元槍川で落ち合おうじゃないか。弓取りを探そう。クロードの戦いを見せてやるか。後継ぎはあの土を持ってた。あんたが使わせてもらってたやつ。が6本もあったじいさん、この辺りに住んでたよね。話そらすんじゃない。言うな。タカも呼んだのか。来るなって言ったんだよ。俺にも手伝わせてください。槍川に残っても役に立ちませんし。死なれるよりはマシさ。消えた兵の捜索など慣れてはおらぬだろう。励みます。お邪魔にはなりません。分かった。だが用心し、ユナに従え。承知しました。手がかりはあったか。この辺で見たって話だけど、気配はないね。探してみよう。姉さんの喧嘩相手、なんて名前だったっけ。ゴロ弱いくせに突っかかってきてね。猛虎が死んでおる。私じゃない。焼き図があるな。でも矢がない。誰かが抜いた。また使うんだろう。かなりの腕前だな。足跡3、いや4人だ。どこへ行ったのでしょう。調べよう。ここではコオロギを取ったな。よく来てたね。それに竹を編んでカゴを作った。なんでコオロギ取りしてたか覚えてる。いや、母さんから遠ざけるためさ。
腹を立てるとあんたに八つ当たりするから。コオロギに感謝しな。あの家に続いておる侍が住んでたね。相撲じゃ負けなしだって自慢してた。タカ！ごめん、死ぬとこだったんだよ。中を調べよう。私は外を見る。ござがある。ここに泊まったか。熊には食われてなさそう。熊が兵糧を食ったか。おかげで死なずに済んだ。ありがたや。矢尻に譲る。三河用の皮も。弓取りはここにいた。デン、タカ、こっちに来て。焚き火がまだ暖かい。この家を建ったばかりだな。近くにおるぞ。猛虎の火薬を盗んだのか。いい根性してるね。足跡だ。いました。あそこの丘を登ってるね。訳があるようだな。身を低くして声を潜めろ。お侍が生きてる。こっちへ来い。槍川の弓取りと見受けるが。数は減った。兵糧を奪うため野営を襲おうとしたもののあえなく見つかってな。他にはいないの。捕まった。ここまで追ったが。我らも手を貸そう。うん、腕は立つようだな。わしは大国酒井陣。志村じゃない。なら手を貸してくれよ。まず野営を見てみよう。捕虜を運ぶ部隊、どうやら直に立つようだな。元槍川の向こうにある野営に向かうのだ。撃たれる前に動かねばなるまい。槍川の弓取り、皆無事だ。一時でも早く助けてやらねばな。行き先はつかめた。先回りして罠を仕掛ける方がいい。奇襲に向かない地形だね。元槍川はどうです。道の両脇に屋根がある。盗んだ火薬も役立ちそうだ。これは使える。なかなかの策士ですな。よし、猛虎より先に動くぞ。猛虎はこっちに向かってる。タカ、小屋の中に隠れてて。いやだ、ここに残って俺も戦う。ジン、頼むよ。タカが決めたことであろう。じゃああんたが守ってやってね。怖いか。いえ、そんなこと。少しだけ。姉さんもあなたも怖いものを知らずでしょ。恐れを知る者こそが強くなる。父が言っておった。俺に父はいません。怖くなると頭も体も動かないんです。鍛錬が足りぬだけだ。ユナは幾度も七に立っておる。お主とは場数が違う。姉さんには何度も救われた。俺もだ。来たな。猛虎が近づいたら樽を射る。酒井様。お主ならできる。恐れる心を力に変えろ。やった。
今ですか？まだだ。情け無用！戦うんだろ？さっさとやるよ！一人も逃がすな！酒井殿。